今日行く道の駅セラ。ちょっと寄っていこう。場所はここら。3キロぐらい通けるさ、眠たいでしょ。また睡魔が押し寄せてきた。なんか今年アイスクリームも食ってる。詳細はこちら。売ってるんだよ。だってアイスクリームあったよ、ソフトクリーム。セラブレンドコーヒー飲みたい。オンラインショップもあるよ。山口か。まあいろいろ食べたからいいんじゃん。あ、でも揚げまんじゅう美味しかったよ。うん、揚げまんじゅうあるんでしょ。あとクリームがある。あと食えば、あとで食べる。クリーム後ろにあると、うん、でも硬くなっちゃったかな、昨日の中。硬くなったらちょっとあったかくする。どうやって？あ、右尾の道ラーメン。尾の道ラーメン食ってみて。なんかね、揚げまんじゅうね、もちもちしてて美味しかったよ。年中無休って書いてあったからさ、やってんだね。すごいよ。正月もやってるところは最高だよ。ここにスーパーあるかいいな。うん、これはね、ここまで買いに行くんじゃないの、多分。さっきの。あっちあんまねえもんな、ここまで来んだな、うん、買い物な、うん。多分ね。かかるよ。高山バイパス東口あるじゃん。右行くと高山バイパス。何にもねえとこだと。かえって田んぼだとか持ってねえと、なんかあれじゃん、畑作ったりし。なんか野菜作んないとあれだよな。金ばっかかってないよな。まあお前得意だからいいんじゃない。お前そういうの得意でしょ。俺はちょっと苦手だ。だから畑耕してちゃんと肥料やってからまかないといいものはできんよ。まあね、ただ種まけば出るとは限らないよ。それはないよ。それはやっぱ分かんないと。松茸が、国産松茸販売所。なんだよ、ブレーキ踏んでよ。前にも前。なんだよ、ブレーキ踏んでよ。コンビニ入っちゃう。そこ入んのかい。そこ入んのかい。セブンイレブン。うちセブンイレブンやろうか。コンビニ。やだ。寝る暇がある。寝る暇あるよ。お前は働かせない。俺やる。アルバイト使ってやる。毎日の妹よりか、お前。大輔よりか、お前。それ、うん、そうそうそう、やってるな。あ、本当は道の駅セラって書いてある。何このふんどし。道の駅セラに到着しました。そうでしょ。まあそうでしょ。寄るの？寄るよ。ちょっと便所便所。何この、はい、素敵なオブジェがありますね。師匠セラ高校。師匠セラ高校。あ、やってるな。やってるな。やってるやん。営業中なので寄ります。お、最高じゃん。駐車場あるよ。うん、最高じゃん。
やってるなんて最高。正月にやっている道の駅は貴重です。そっちある？じゃあ今そっち行けだ。そっち行けだって。そっちねえじゃねえかバカよ。口が悪いですがご了承ください。ああここ入れねえよ。ここでいい？うん。そこ入れる。ね。セラ牛丸焼きだって。セラ牛専門店。後でいただきますよ。到着。ご視聴ありがとうございます。エンド。